どうもこんにちは、ともやでございます。5月11日ですね、僕の生誕祭が仙台のダーウィンさんで行われるんですけども、その時にオリジナルグッズということで僕の手作りブレスレットっていうのを販売するんですけども、前作ってたんですけどね、どうやらちょっと完成度が高すぎてですね、これほんまにお前作ってんの店で買ってきたんちゃうみたいなのがありまして、ちゃんと作ってるかどうか動画撮った方がいいんちゃうということで、ちゃんと僕が作ってますっていうのを証明するための動画を撮らせていただきます。イエーイ。まずね、このパラコードっていう、もともとパラシュートのコードに使われてるやつだったんですけど、最近ではそれおしゃれになんかこういう風に巻きつけれるようにっていうことでいろんな色が出てる。それで人がこうバーンってなっても切れないってこと？これめっちゃ強いで、多分何百キロとか耐えれるで、これで。へー。で、編み込んだらさらに強くなるし。へー。そう、なんかもともとなんか自衛隊とかそっち系の人にこれでブレスレットを作って切れないっていう、あなたとの縁が切れないようにっていうお守りで作られたのがパラコードブレスレット。だからこれで僕と君との縁も切れないようにってことですね。で、これバックルって言って、このパチッてやってこのブレスレットにするやつと、あとマルカンとチャームでこれをつけてオリジナルって感じで出していきます。では早速作っていきます。ありふれた愛でごまかすの。おいおい、せーの、慣れたもんの日は全員オレンジだね。そうそうそう、あれですよ、ドレスコードってやつですよ。全員報告で全員報告でドレスコードなんかやっぱ自分でやっぱさ、この日のためにこのオレンジの何々持ってきました、トモヤさんが喜ぶと思って全身オレンジで来ました、髪の毛もこの日だけオレンジにしてみましたとか、そういうの嬉しい。何を言うてる間にそろそろラストスパートですよ。これね、編み始め、ほんまに作り始めの頃はこう宙に浮かしながらできなかったんですよ。それが今ではもう慣れたもんで、両方このさ、こことここガムテープで留めて、でシワ下でこうやってみたいなずっとやっとって、めっちゃ時間かかっとった最初は。入れやー、はい、よし、これで一応形完成です。これでパチッとして、多分いい感じのサイズなのかな。こんな感じでブレスレットです。で、最後ここを切ってこの中に通して焼き付けって感じでやっていきます。焼き付け、これも何回やったんやろうな。焼き付け50以上は 100% やってるからな。焼いてベチャーって溶けていくから、あ、ちょ、何やってんの、まだや早まった。え、大丈夫、セーフ、まだくっついてない、ちょっと溶けたけどくっついてない。あ、ちゃうわ、いるわ、もう通してるわ。あもやって、つけることによってくっつくじゃん。これちゃんと動画、これを作る動画とかで焼き付けした後すぐは絶対触らないでくださいって言ってるんやけど、すぐ触った方が綺麗にできるんですよ。ただついてる。こんな感じで焼き付け完了です。はい、でブレスレット1個作るのにこんな感じでやっております。でですね、メッセージカードが入る。そう、この僕とオーソロのブレスレットで、これを入れてやってます。で、入れたらこんな感じね、ちょっとやっと商品らしくなるんで、これ一応ブレスレットにしてるんやけど、僕は業用ホルダーとして使ってるから、こんな感じで僕のはこんなんで使ってます。革につけたりしたらおそろかに折れてるんだね。一個お客さんに愛を届けるためにね、愛情込めて詰めていってます。さらにね、じゃじゃん、これ当日当たりチェキで出す僕のオリジナルソングが入った CD でございます。これも僕家で一枚一枚こうやって入れて入れてみたいな感じでずっと30枚ちゃんと作ったんで、これも今から
に入れていって、皆さんに届けるんで、よかったら当ててください。よろしくお願いします。まあ、こんな感じで生誕祭ね、ちょっとでもお客さんがなんか喜んでくれたらいいなって感じでいろいろ用意してるんです。寄せ取りもなんかね、普通のツアーとは全然違う感じな、なんか、まあでもどんな瀬戸りっていうのもここで言うのは違うから、まあ気になる人は見に来てください。でもいつもとは違う感じなんで、ちょっと楽しい感じになってるんで、5月11日仙台ダーウィンでございます。よろしくお願いします。